んにちは、こんばんは、勝博です、今日はですね、ちょっと雑談なんですけど、脱獄についてのちょっと雑談ですね。何件か 8.2 もう 8.3 なのかな、脱獄できますかというコメントとか Twitter、Facebook あたりでもちょっと問い合わせをいただいたので、動画撮らなきゃと思ってたんですけど、で、結果から言いますと、脱獄はまだ未だに 8.1.2 までしかできてないので、僕は、ここに、5S と6があるんですけど、両方とも 8.1.2 で止めてあって、脱獄を維持している感じなんですけど、中国の、パングーとタイジーのチームの方が、作業はやってるみたいなんですけど、で、この間 8.4 のベータ版で、脱獄の方は成功してるみたいなんですよね。その動画も出回ってたし、写真とかも出てたので、嘘ではないと思うんですよね。で、でももう 8.4 が出るって分かっちゃってるんで、多分 8.4 がアップルから、正式の 8.4 がリリースされてからを待ってるのか、ちょっと分からないんですけどね。最近のファングーとかタイジーの、中国系のチームは突然出すので、予告とかがほとんどなく、いきなり出ましたみたいな感じでやってるんで、この動画を撮ってる間に、出ちゃう場合もあるかもしれないんですけど、今日は4月24日で、Apple Watch の発売日なんですけど、皆さん買いましたかね。なんか予約なしでも、量販店に行くと普通に売ってるみたいですけど、僕はアプローチ買わないんですけど、そもそも iPhone が 8.1.2 だと、アプローチが使えないんですよね。最低でも 8.2 に上げないとアプローチ持っててもただの時計になってしまうので、意味がないんですよね。とりあえずまだ 8.1.2 までしか脱獄できないので、それ以上に上げちゃってる人はとりあえず待つしかないんですよね。その辺も、情報というか、新しいツールが出た時は、ツイッターで、ツイートしますんで、よかったらフォローしてくれれば分かるようにしときますというか、出たら即ツイートするので、できれば動画も上げると思いますけど、で、脱獄はまだとりあえず 8.1.2 までしかできないっていうのと、この次の脱獄のツールも一応作業はしてるので、多分出るんだと思います。っていうか出ると思います。出ないと困りますよね。そうしないと9が出るまで脱獄できないですからね。結構、問い合わせもあったので、ちょっとその話をしてみました。で、あと、アップルウォッチの話も少しちょっとしてみたいんですけど、僕はそもそも腕時計はあまりしないので、そもそもちょっと仕事柄あんまり時計をしてると多分ぶつけて多分ガラス割っちゃうと思うので、買ったとしても休みの日しかつけられない感じになっちゃいますよね。でも時計、時間を知りたいんだったら別に iPhone を見れば済む話なので、別に Apple Watch はいらないと思うんですよね。この先、Apple Watch も新しいのが出てどんどん進化してくれれば、必要になるかもしれないですけど、現状だと情報が何もないので、いらない感じですよね。あとちょっと余談というか話それちゃうんですけど、僕 YouTube やり始めて2年半ぐらい経つのかな。で、僕車も好きなんですよね。動画で多分言ってなかったと思うんですけど、特にスポーツカーが好きなんですけど、若い頃からずっとマツダの RX7 とか日産のシルビアとか、
まあ、あと最近の、まあ、若い子は知らないと思うんですけど、まあ、昭和の車なんですけど AE86 とかも乗ってたし、あとスカイラインの GTR も乗ってたし、まあ、基本的に、まあ、ターボがついてる FR 車ばっかり乗ってたんですけど、まあ、もちろんクラッチがある5速車ばっかりですね。で、一番今乗ってる1個前の車がトヨタの4ドアのセダンの 100式のチェイサー乗ってたんですけど、まあそれもオートマをマニュアルに乗せ替えてみたいな感じで乗ってたんですけど、まあいい加減ちょっともうボロくなっちゃったので、まあ最近またちょっと4ドアのセダンで、まあターボがついてるトヨタの車を買ったんですけど、まあそれもまあ中古でちょっと古い車なんですけど、まあいじるにしては安く買えたので、まあ内外装がすごく綺麗で、まあ年式が年式なので、まあ距離はそれなりにいっちゃってるんですけど、でまあアプローチ買うぐらいだったら、その今度買った車を、まあトヨタの16アリストなんですけど、それのまあマフラーとかホイールとか車高調とか欲しいですよね。まあある程度そこそこはいじりたいので、まあ車の動画も上げれたら上げたいと思うので、興味がある人は見てくれると嬉しいですね。っていうことで、まあ今日はアップルウォッチとか次の脱獄の、まあ、お話と、まあ、あと僕が、まあ、車が好きという、まあ、告白じゃないですけど、まあちょいちょい動画でも車の動画もこれからはちょっと上げていきたいので、まあよろしくお願いします。で、まあ新しい情報が入りましたら、Twitter とか、まあこの YouTube の動画でも、最新情報をお伝えしますので、よろしくお願いします。ではまた、じゃあねー。